竜正福は、大韓民国の政治家。59代農林水産食品部長官、13代安全行政部長官長官、インチョン広域市長などを歴任。17代18代19代国会議員。僕国の最側近とされる。1979年に、行政高等講師に合格する。1981年に、 学士士官第一期として上位に任官され、1984年に注意で満期除退した。1995年に行われた第1回全国同時地方選挙で、金浦軍主に立候補し当選。第2回全国同時地方選挙では、軍から死に昇格した金浦市長選挙に、新政治国民会議候補として立候補し当選した。 第3回全国同時地方選挙で落選。2004年4月に行われた第17大総選挙で金星選挙区から半奈ら党候補として出馬し、当選した。2005年に木根代表の秘書室長に就任した。木根からの信頼が厚く、新木根派とされる。2008年4月に行われた第18大総選挙で再選。 2010年8月に、リア・キヒロ大統領が行った内閣改造で、農林水産食品部長官に親睦系として、唯一、指名された。この偏った人事は親睦系に不利となり、多くの批判が出たが、事前に、大統領から牧区根に相談があったとの意見もあった。同年11月には、京昌北道、安藤市、京気道洋州市、八州市などで、 公定益が発生し、貿易対策を指揮した。国連食料農業機関にここ半世紀で最悪と言われるなど批判を浴びた公定益問題の責任を取り、2011年1月に問題が解決してから辞職すると宣言し、6月に辞職した。2012年4月に行われた第19大総選挙でセヌリ党から立候補し、当選した。 2013年2月に、僕国が大統領に当選すると、安全行政部長官として入閣した。2014年5月に行われた第6回全国、同時地方選挙で当初、景気道知事候補に取り沙汰れたが、議員辞職して、インチョン広域市長選に立候補した。現職の総英基地に勝ち、当選した。同年9月に、新川市で開催された、2014年。 アジア競技大会に大会組織委員会副委員長として参加した。また、閉会式に出席するために奉還した北朝鮮の公費の江津井朝鮮人民軍、総政治局長などの幹部と会談した。大会終了後には大会のためのインフラ整備などにより13兆ウォンまで増えた負債の穴埋めのため競技場を売却した。2017年に 中国で開かれたボアオアジアフォーラムに THAAD ミサイル配備問題で中間関係が悪化している中、韓国公職者で唯一招待された。2018年5月に行われた第7回全国、同時地方選挙で自由韓国党から出馬するが、共に民主党候補の法南春に敗れ落選した。 半奈良党、党役員再編党は日本2005年11月22日新首相に、近代、高、元継承南道知事内定、39年年ぶり40代首相誕生へ、党、日本に、千1 0年か4月9ここ日内閣人事に、不満の、僕国氏系大統領面談に、実益な、いって、かいろん、も、お、日本2千十年か四月と、七ヶ月ぶり。 今度は、内陸地方安藤で、皇帝駅発生、貿易非常体制を、日報2010年11月30日、派州でも、皇帝駅発生、軽機道地域で、拡散傾向を、日報2010年11月30日、農食品部長官が、自意表明。FAO は、アジア諸国に経過異例を、日報2011年1月29日、社説教協を排除し、 専門性を重視した初の祖格と、日報2013年2月14日、与党が、僕市長の対抗場に大物擁立か、来年のソウル市長選控え早くも下馬うまは、日報2013年か、月4日、統一地方選は、泥逆風を受けるも、与党前線イコール、韓国連合ニュース、2014年6月5日、ジャンボ国側会談北軍総政治局長、 竜正福二国川市長同士、今後も会いましょう。中央日報2014年10月6日、二川の夫妻13町温屈、アジア競技大会の競技場4カ所売却へ、中央日報2015年1月15日中国、国際競技招待リストから、韓国長官を突然削除等は日報2017年3月6日、与党、十七の広域団体市長候補の選定を、 終了等は日本2018年4月13日。ありがとうございます。